ひどいもんすよ。昨日だって、収録終わってタクシー乗って駅まで行ったんです。そしたら2人揃ってポケットからあっ生産してない、生産交換してない、ひどい、ひどいもんです。違う、最初ね、駅のエスカレーター登ってる時に、うん、私が財布から、そうあっって言って、で、わさびさんが、何やってんですかとかって言われた後に、あっ、俺もだって。そうです、ね、正確にはそうです、ね。で、もう一回も店に戻るって。2200円ね、はい、経済回した、ね。そうですね。うん、余分に経済回し、うん、タクシー代ね、うん。やっちまった。あ、もう入ってんじゃないの。マジか。ございます、ございます。できればね、バンバンのチェックしてから、じゃあ私ここからやりますわ。おはようございます、お願いします。あら、全然取れるけど、誰もいないんだけど、ちょとりあえず置いて店内見てきますね。あ、やっぱみんなクレアとか行くんだな。そりゃそうだよね。ガリさん、ガリさん、みんなクレア売ってます。あ、一応内容は認識してるっぽいですね。なるほど、オープニングやるんですよね。やりましょう。はい、おじさんズガチでございます。はい、おはようございます。第何回目ですか。3回目、4回目。あの、おじさんになるともうそういうの覚えてないんですよ。ガリさん、昨日何食べましたよ。いや、そんな感じなんですよ、そうなるとね。うん、なんでもう第何回かはまあ置いときまして、はい、前回どうだったか覚えてます。前回は覚えてますよ。パチスロになると覚えてるんですよね、はい、うん、内容になるとね、はい、うん、まあまあちょっと苦戦した回ではありましたけれども、はい、うん、まあでもあのお店が変わったんですけど、はい、ジャパンニューアルファジェネクスさん、埼玉県川口にあります、はい、結構ノーマルな強い店でございます。あの2フロアあるんですけど、1階がほぼノーマルとちょっと30杯、うん、で2階に ATRT あるんですけど、大体のお客さんはみんな1階にいるっていう。珍しいですよね。そうなんですよね。なんか昔からこうノーマルちょっと推しなイメージがあって、まあ、今ではちょっと台数が少なくなったようなエヴァンゲリオンだったりとか、デュエルドラゴンだったりとか、そういうね、ファミスタとかそういうのだったりとかも普通にあの島であったりとか、うん、そういうようなところもあっていうお店でやるんで、まあ我々も来たなと確かに思います、うんうん、ですね、はい。ガリさんも台取りましたよね、バンバンクロスを、はい、1台のバンバンクロス、はい、で僕はあのもっとみんなわってくるだろうと思って取ったバーサスに取りましたけど、どうしようって感じですね。みんな来なかったんで。一応取材が入ってるんですもんね。そうです、今日はノーマルの取材が入ってて、まあ多分前代系みたいのが何機種かはおそらく、うんうん、ノーマルだけであるんじゃないかと、はい、踏んでるんで。だとしたら私も一緒にバーサス行きたかったんですけども、後からでも間に合うかなと思って。間に合いますね。なのでちょっとバンバン外掘ってから。そうなんですよね、はい、でみんなが行ったクレア、あの眠りと、もう一個なんだっけ、女神か、はい、は両方とも埋まってるんで、うん、ちょっと手遅れになった感じがあ、なるほど、ありますんで、まあ他の機種からというと、まあ一応そのノーマルの中で台数がかなり多い方のバーサスから行ってみたんですけどね、うん、はいはいはい、とりあえずバーサスから行ってみたいと思います、はい、バーサスとバンバンクロスでスタート、はい、じゃあしましょう、はい、頑張ります。おいでは、わさびさんに合流する前300ゲームぐらいだとは思うんだけども、うまくいけばバンバンを掘るところから始めていきます。基本 C 狙いですね。設定は視野に入れないです。基本ね、私判別設定が分かるまではこの黒バーをね、中下段に押して打ちますね。設定が分かってからはちょっと打ち方変えるんだけど、分かるまではこの黒バーを中下段に狙って打ちます。これはね、一角です。中リール下段にバーが止まった場合は1枚役 A か D、 A か D が成立していて、黒黒7か白黒7が成立しています。だから右リール赤7狙ったら赤7が下段に止まるんだけど、2択、白を狙います。合ってました。白黒赤で、1枚のパイ出しがあります。1枚で、これはボーナス確定なので26ゲーム。これレギュラーだったら私ちょっと今日1日 C 打たなきゃいけなくなっちゃうけど、二日酔いで C 頑張る。
26ゲームで、フラグ判別はね白をね、中下段あたりに目押しで、クローバーが降ってきた場合は中左と赤7号目押しマジかこれこのまま指離すと通常のレギュラー消化になるんだけど、通常のレギュラー消化ってちょっとね演出がね早く目押ししろってせかされる演出になるんですよ。で、押しながらこのプッシュを押すとねせかされない演出になるんですよ。サザンアイズっていう全身機種の演出モードっていう音がするんだけど、なので私いつもサザンアイズモードをやります。マジか、そうかちょっとやだな。できんのかな、どこだっけ、こうだわ。左と右にバンバンラブテンパス出して中リール中段に、船を帯び倒しすれば、15枚で取れます。これを中リールの帯び倒し見せると8枚になってしまいますね。設定1号だと C じゃないとこのベルが多いんですよ。いやベル多いな、違うのかな、どこだっけ、白と赤だ、中段に見倒し、なんとか。ちなみにクロス船が5回にベルが3回、5分の3だから設定1号寄りですね。だから早々にチャレンジボーナス引けたけど中身はそんなに良くないです。これ熱いなこれ基本ね、通常モードの演出なんだけど子役告知モードでこの演出出るとだいぶ熱いんですよね。多分入ってんじゃないかな。中リール中段にクローバーをビタ押しします。じゃあ分かんないな、でもこれベルがあるか、これ当たってるな。チェリーって2種類あるんですよ。どっちを押しても揃うチェリーと、片方押さなかったら取りこぼすチェリーで、この出目は基本ね片方押さなかったら取りこぼすチェリーオアボーナスなんだけど、で今取りこぼした状態なんだけど、あの片方押さなかったら取りこぼすチェリーではね熱い演出発生しないはずなんですよね。なのでこれは、しかもこれ7バーでテンパイしてるからこれ CB じゃないかな。14ゲームですよね、ですよねこれあるないや私 C 積もっちゃったかも、まだ分かんないけどね。だって今9分の7ですよ、だいぶ弱いですね中身は。 CB 確率こそ相当いいけど。さあそれでは私はバーサスから行ってみたいと思います。僕のイメージではこのお店結構バーサスがこう顔のイメージがあるので、ここから狙ってみる感じになりましたね。花火がさっきから当たってる、何度も当たってる音が聞こえますね。もう箱行ったな。花火満台、満台か、花火の方が良かったかな。ちょっとひどいな、怖い怖い気はしますね。210ゲームでベル13回、スイカ2回、きついでしょ、鬼のように回んないんだけど。えちょっと待って、私これ二日酔いで打てる台じゃないことに今気づいたわ。ちょっと飲み物買ってきます、すいません これも通るんすかいやちょっと健康に気遣ってアセロラドリンクにしてみた。
はい、アセロラ補充したので再開します。割と暑い、上から2番目ぐらいに暑いですね。まあ、これはおそらくベル、あ、チェリーかボーナス、右リールにクロバー狙うと分かりやすいかな。ベルが、否定されたので、中段撤廃してないのでボーナス確定。ちなみに、この白に挟まれたチェリーをね、変速押し時に上段に押して下段まで今滑ったでしょ、これもボーナス確定だから今2つの意味でボーナス確定ですね。41ゲーム、これチェリー、これCB だったらちょっと設定 C 疑うな、これだいぶ。ああ、そうですか。あ、そうなんだ、これ C だな。嬉しいやら辛いやら、自ら C は積もりに行ってるんだけど、設定 C しんどいからさ、目押しが。ああ、怖い。あれ、いや、これあの、サザンアイズモードです。ああ、もうあったんですね。いや、わかんないっす。中身は抜群に悪いんですよ。一枚役も、はい。ああ、花火反応良くなっちゃって、俺のバーサスすげえ恋持ち悪いんですけど。あ、そうなんだ。しかも私合流できない感じだし。え？合流できない感じだし。そうそうそう。どうします？迷ってます。ちょっと見てきます。はい、あ、全然打っててください。はい。ぶっちゃけ今のこの状況だとやめるならもうやらないなところなんで、例えば毎着今5分の3で埋まってて、もうちょっとこう回数ついてきてからスタートするとか、ちょっとワンクッション入れないと怖いよね。それかバーサスを続けるんなら同じ意味合いで、まあ一応念のため角を打っとくっていうのはありかな。ガリさん、はい、だいぶやりにくい状況ですね。マジですか。毎着とかもう1人しか打ってないし。ああ、そうなんだ。しばらく剣でもいいんじゃないですか。うん、まあ、もしくは同じバーサスやるんでも角に移動してもうちょっとだけやってみてからもうやめるってなるか。いいと思います。浅く掘る感じで。そうそうそう、いいと思います。じゃあそっちでいきますわ。はいはい、はい、じゃあ2台目です。アリさんが C あったとしても C プラじゃないと勝つ負けるも時の運だしね。さあ、アザイズの C は割が高いからいいけど、バンバンクロスの C は低いもんね。 C プラスがあるから。もうなんかもうほんとこんな言い方するのもあれだけど、感触が悪いな。何も当たる気しないし、これやめた後もうやることないぜ。あ、だった切れ目し。93ゲームレギュラーかな。お、ビッグだった、よかった。総投手が13本。2台目に移動してからは、4000円、93ゲーム。今日1日当たりゼロかと思ってね。下段ゼロ1回、テンポ1回、ゼロか。これはやめかな。20ゲーム、ゼロ、うん、まあ、おそらくやめだな。一応相談してきます。どうです？やっぱり中身は悪いです。僕もあのビッグ引いたんですけど、あの上下段1回、テンパ1回、ゲーム中のハズレゼロでした。あー、ちょっと怖いですね。もう、まあ、もういいかな、誰もやってくんないし、いいかなって感じで、あのここ共用 OK なんで、あのガリさんのところに頭中とか置いてきます。これは入ってるな。これ CB だったらいよいよだな。いよいよだな。いよいよだな。あ、ビッグだ。ってことは7ビッグってことですね。一応ね、7ビッグか白ビッグのフラグ判別も1ベッドで移動できます。1ベッドでも5ラインあるので、中リールの下段にね、7船7の上の7をピタ押しだと思ったら、7ビッグ4コマ滑って上段に白が降ってきたら白ビッ
ちなみにこれ 3.3 秒以上長押してるとエチゴヤが笑って、私が大好きなサザンライズの曲が選べます。 3.3 秒以上長押してると I'll be there っていうサザンアイズの青ナナビッグ捉えた時の曲ですね。ビッグチューは、こうやって船が今走ってる、これ走ってる状態なんだけど、走ってる時は、逆押しで、右リールに、7、中リールの上段に黒バー、左リールの上段に黒バーをビタ押しすると15枚。それ以外船が走ってない時は、逆押しで適当、右長適当で左上段に赤7を1回板押しして、あとは順押し。これでラストゲームなんだけども、終了画面でね、この船、緑色の船が出てくるのがデフォ画面。女の子の船が出てくるとこう設定した、2つ出てくると、2以上確定とか、あとは女の子3人出てきたら設定上げ確定とか、6確定とかあります。だからこの緑色の船以外が出るとさあどうだ、これがデフォ画面ですね。いきなりシーサとか出たらこの台で粘ること確定しちゃうけど、でも今ビッグ引いたからやっぱり250分の1でビッグ、私は騙されないですよ。次に引くボーナスがビッグだったらもうやめてもいいレベルじゃないかな。誰も立ち回ってないです。あ、そうなんだ。私も多分これないですよ。これ見せかけです。あるあるです。多分一応花火開いたらやります。まあそれぐらい、あとはライトニングホールか。あー、はいはい、うん、私もうちょっとで多分合流できますよ。それかアイムホールか。あー、はい、もうちょっとやってダメだったら合流します。 OK です。今500ゲーム回してビッグ 1CB3 回なんだけど、手玉が飲まれました。537ゲームビッグ1レギュラー3、私の判断ではないと思う。 CB 中があまりにも悪すぎるし、 CB 確率自体も下がってきた。でどうするかですよ。多分この出玉取りに来てないから、わさびさんもまだ剣してるはずなんだけど、停車しました。一応これ台確保したまま行きますか。じゃあまあ今から掘るってなったらライトニングぐらいかな。掘るんだったらまあライトニングかリボールとかってなるんだけど、まあ結局3台の機種だけでしか行われてないようにも見えなくはないので、そうなるとライトニングやるしかないんだろうなとだけ思ってます。あとそのどっかにあるっていう前提があるんだとしたら、そのどっかにあるのがどんだけ見えてくるか待ちで、ちょっと早めのご飯行くのもありかなと思いました。お腹空いてます？ちょっと空いてます。あ、本当ですか？あんまり？全然。マジか。いやでも行ってもいいですけど。ライトニング行きます、まあ、やれるのは新アイムとライトニングぐらいかなって。そうですね、アイムもうちょっと育つのみたいな。そうですね。バンバンじゃあ食事休憩で入れます？出玉があるからバンバンで。あ、そうだ、はい、あ、じゃあ、 そうですね、あそこで取っといてもらって、はい、はい、OK です。もう一回やりますか。大丈夫ですか。こいつふざけんなよと思ってる。思ってるね。ちょっとしてたもんね。はい、というわけで前半終了でございます、はい、私何もしておりません。バーサス1代目すごい回らず、はい、気持ち悪くなってきて、うん、まあ、ガリさんのがワンチャン C やるなら、うん、一応角、どうせやるなら角の方打っとこうということで打って、まあ、すぐビッグ当たったんですけども、そのなんだろう、もちろん子役も悪い上に外れもなんならバーサスなのにゼロだったんで、さすがになってことで即やめで、まあ、店内回ってみたんですけど、まあ、ここから掘るのはちょっと厳しいかなっていうような店回りだけで終わりましたね、はい。でまあ、どちらにしても何かやるにしても、はい、ガリさんが決着ついてからにしようっていうのもあったんで、はい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 、とりあえず様子見にしました。そんな私ですけども、はい、まあ、最初にの80ゲームで化け3回引くっていう、はい、ミラクルな引きを見せたんですが、はい、まあ、私結構バンバンクロスの経験値は結構あるので、化け中がね、私が C 打った
経験のうちの中では、うん、見たことないぐらいボロボロだったんですよ、はいはいはい、結果ね500ちょっと回して、はい、その後一切引けず、なるほどですね、でビッグは引いてましたもんね、ビッグも引いてますし、うん、なのでさすがにこのビッグパケ中の中身だったらさすがにないかなっていうことで今決着つきのタコですね、うん、なるほどですね。さあというわけで、まあ、後半に向けてまだ何かしらやってみようかなというところではありますけれども、何か展望的なものはあります、はい、一応ね、はい、いくつか見えてます、はい、なのでそのいくつかを後半に向けて動いていこうかな、そうですね、はい、まあ、どちらにしても多少は自らの手で掘ることにはなりそうですね、そうですね、はい、というわけで、まあ、ちょっとあんまりパッとしなかった前半ですけれども、また後半の編成も期待していただければと思います、はい、精一杯頑張ります。どうやって打つんだっけ、忘れちったよ。125分の1の化け寄り、いやいいじゃん、おじさんズガッチのお時間でございます。後半戦です、はい、後半戦ですね。前半はパッとしなかったですね、ですね、で久々だったんじゃないですか、バンバンクロスを打つのも。そうですね、はい、しかも私乗り打ちでバンバン打ったの初めてかもしれない。おお、めっちゃ緊張しましたよ。いやいいっすよ、いや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 、特殊最新技術が映像にはありますから、あのなんだっけ、大東吉宗シティに残っちゃうから。ああ、そうか、はい、そんなの気にするんですね。一応私80位です。80位、それ す,、はい、それすごいですね。いやいや、いや、わかん、何人ぐらい、そう、いるのかわかんないですけど、わかんないです、うん、85人とかではないに決まってますからね、はい、うん、80位すごいな、はい、僕はやったことないです、大都市って。そもそもね、スマホがね、スマホデビューが最近ですからね。そうですね、はい、なんならまだアクロス系も全く、なんだろう、総ゲーム数入ってないです。あー、そうかそうか、はい、全然入ってない、何にも。でもこの間神業連続成功回数は割と全国で上の方に、あ、そんなの出るんですね。ありましたけど、何回かは言ったらバレちゃうんで、誰だか言わないですけど、あ、はい、バレたくない、うん、いやいやバレたくなくないで、バレるような名前でやってんすか。自分の名前でやってますよ。もうちょっとロスつけようじゃないですか。いや、違う違う違う、ほら、こういう映像で見せ分かりやすいように、そういうそういう話じゃないよ別になんだよすごいな、恥ずかしいじゃないですか、なんか。まあちょっと分かります。いや、でもまあそんぐらい自信があるというね。そんなことない、そんなことないです。そうですよね。なんですか、私いじられかいですけど、まあまあいつもいじられてんじゃないですか。そっか、うん、しかもいじられ好きですしね。そうそう、ド M なんで、うん、気持ちよくなっちゃう、はい、というわけで、はい、まあまあ後半戦どうしていくかなんですけども、はい、まあ見えてる範囲で、あ、ここに飛びつきたいみたいな若干ないかなっていう感じはあるんですが、ただまあそんな中でも可能性がありそうなところがご飯食べに行ってる間にちょっと見えたのかなっていうのがありますかね。ライトニングホール3台、はい、でもう1個がエヴァ、はい、3台中1台止まってるんだけど、止まってる、残りの1台が6以上で当たっていて、はい、もう1台が酔い腰化け後300で空いてるんですよ。ああ、なるほど、そんじゃそれも込みでってことか。そう、だから全台系かつ酔い腰の一応期待値プラスなので、うん、でその上打ってる間に、まあ、例えばベルがすごくいいぞとかってなれば、はい、あ、それいいっすね。じゃあ僕ライトニングやりますから、はい、じゃあエヴァ、あ、どっちも、はい、いいですよ、うん、その流れが、まあ、とりあえず最初何かやらなきゃいけないってなったらちょうどいいかもしれないです。そうですね、どちらにしてもエヴァ鍛えちゃうし、はい、ですね、私はそのエヴァの経験値が結構あるので、はい、多分、まあ、見誤ることはあんまりないかなと。なるほど、わ、はい、かりました。私はライトニングの経験値はあんまりないですけど、ね、いやいや、何言ってんですか、アクロス王って言われてる人が何言ってんですか。何すんの、飲んでいいしって聞いて、あんなん誰も打たないし、ライトニングが誰も打たないから全部ゼロゲームなんです。そっか、うん、僕だって打ってないよ。6だって2回しか打ったことないです。あ、2回も打ってんだ。うん、3回かな、へー、初打ちとか6だとしな、うん、まあでもそうですね、はい、多少なりやれるかなっていうところもあるんで、はい、じゃあ後半はそこら辺を中心にやっていきたいと思います。はい、頑張ります。頑張りましょう。でこの台なんですけども、一応正確な数字を把握しておくと、これで前日が1562ゲーム回っていて、ピック4レギュラー2で、
最終ボーナスがレギュラーで、ここから95を引く6回分のボーナスを引いていく、92引く345引く323引く397引く105、205ゲームなんですよ。だから前日は205ゲームやめでもって当日が70ゲームなので274ゲームで、レギュラー後なので天井は残り約500ちょっとと、対的にはプラスです。まあ、そんな台を打っていきます。もうよく打ってたのが4年ぐらい前なので、さすがに忘れてる部分もあるだろうけど、打ったゲーム数が結構なのである程度覚えてるはず。強水顔は1枚役、左の赤とブランク狙ってた記憶あるんだよな。強水顔、エヴァ発進準備。これ V フラしてない？ V フラしてますよね。確かね、はい、勝ち上げ左上中段に黒バー狙って赤7が降ってこないと、赤7が降ってこないときは次どう打つんだっけかな、何か、あ、確かこれ疑似遊戯だわ。ほら触れてるでしょ、疑似遊戯中クローバーが揃えばボーナス確定っていう疑似遊戯。クローバーを揃えるとね、カオル君が出てくるのは、これはだから関係ないです、決定するところには関係ない。確かね、これ中リールにね、集団黄色び倒しだったかな、下段び倒しで青7が降ってきたら青ビッグから狙うか。おめでとう。あ、これの時点でそういえばビッグだわ今思い出した。235ゲーム、私が回したゲーム数が166ゲームでもって青ビッグ、追い線が5000円、総投資7000円。一応この画面にも設定差あるんだけど、これはデフォルトですね、顔のアップがデフォルト。ビッグ中のチェリーとスイカ、薬スイカが1回ずつ落ちてるので、まあやるべきかな。一応マイジャグラーの空き確認しますか。あれ開いてんな、みたい、開いてる。データ確認するか、合算値で39、125分の1の化け寄り、いやいいじゃん。さあというわけで、後半はライトニングやっていきたいなと思います。持ちコインは300枚ちょっとですかね、ありますんで。あれ失礼、回ってますこれ。あ、でも197ゲームで化け1引いてるんで、まあ他の00よりいいのかな。ああ、そうですか、はい、わかりました。じゃあ200ゲームからスタートするつもりぐらいでやりたいと思います。まあパッと座って打ち始めましたけど、何打ってもベル出ねえなと思って、全然回んねえ。まあ推測要素は、通常時のベル、ボーナスレギュラーかな主にと、あとはビッグ中の斜め、ビッグ中の外れ、あとは、その後に入るライジンゾーンっていう、まあ、演出ゾーンですけどの、まあ、選択ゲーム数、あとはレギュラー中の1枚役、そして1枚役成立回数による、そのライジンゾーンへの突入の有無、この辺りが設定差のあるポイントですかね。
花火は当たってますね。花火は当たりの可能性もまあまあ高いな。あるあるなんですけど、こうやって打ってれば打ってるほど、まあこうやって回んなかったりする、そりゃそうだよね、ライトニングなんか入れないよねって気持ちになってくるんだよね。もうそういう気持ちになってます。マイジャグが2台ぐらいバキが強くなってたんで、十分ありえる感じにはなってますね。今00300みたいなやつが空いてたんで、まあそれなら打ってもいいかなと思ったんですけど、 V ビッグですね。240ゲーム、どうやって打つんだっけ、忘れちったよ。あ、思い出した、大丈夫です。これだ、この後はバー狙って中段のやつの回数だけ、数える。これね、空数の方が出やすいのかな。これは奇数っぽいな、ゴリゴリだな。2回しか出なかった。これでライジンが30で終われば、まあほぼ奇数っぽいけど、まあほぼっていうかあれですけど、どうしようかな、横移動してみるかな、さっきのバーサスみたいに。奇数のが熱いのかな、いや移動します。まあめちゃくちゃ声持ち悪かったんで、念のため移動してきます。じゃあ2台目、やりたいと思います。まあうまくね、こっちもビッグは引けるかどうか分かりませんけど、ただ一つ言えるのは、こっちでも2のようにベル引けなかったら通常時もういいかなって覚えるので、まあ、ちょっと移動してみました。これスイカは思うのは知らないんだけど、ファイデンシュトル当たった。64ゲーム、このバーの下のスイカはスイカは思うのじゃないんですよね、ビッグですね。まあ、さっきよりは出たけど6回か、今回続けてみます。でライジンゾーンのゲーム数は、継続ゲーム数はゾロ目で終わるとほぼ6角なのかな。であとは30で終わったり40で終わったり、10の位が奇数か偶数かが、まあ、奇数偶数の設定差があったりするんですけど、初当たりなのか連チャン中なのかによっても振り上げのテーブルが変わるんで、ちょっとそこは難しくて、一口に説明できないところですね。ざっくり言えば、まあ、1回目この初当たり子は、奇数設定なら30とかで終わりやすい、偶数設定だと40で終わりやすい、ほんとスーパーざっくりね、言えばね。はい、次30、ここで消えるかどうか。消えないですね。おお、当たったと思った瞬間ついた。今第2で場所よって言ったじゃないですか、第2で。これ言うとまあベルが多いんですけど、ここのランプがつくやつは第3までこの光が残ったままだと次元のレバーだったりするんですけど、基本的には第1で言うとリプレイが多くて、第2で言うとベルが多くてって、一応その対応薬はある。ビッグはビッグでした。32ゲーム、はいですか。私の今エヴァ消化し終わって、はい、ビッグ中チェリースイカともに設定1だったら64分の1のジャックチェス、あ、チェリーとジャックスイカが1回ずつ出ちゃって、はい、でも今やめときなんですよ、一応期待値的なところで言うと。まあまあそうですね。そんな中今マイジャグラー4、あ、見に行ったら空いてなかった。今見たら2台空いてました。2台も空いてる。で、一応5台合算の合成確率が125分の1で化け寄り、うん、どうします。いや、いいんじゃないですか。え、やっていいんじゃないですか。行きます。あ、僕も移動しましょうか。どっちがいいですかね。これはまあいいも悪いもまだ分かんないです。あ、そっか。これ引いて即延べしたんですよ。あ、本当だ。
これ斜め2回しか出なかったんで、まあ奇数だとして他はどうなんだろうってことで、どうせ取るっても一緒じゃないですか、はい、目的的には。だからこれ移動してみたらどうしよう。いいですよ、やってきて前方行った方がいいかな。はい、じゃあこれ調子悪かったら行きますわ。わかりました、はい、というわけで、ジャグラーを打つことになります。前代合算で今120何分の1とかで、しかも化け寄りなのでだいぶ強いかなと思われます。今どこかに正解があるって言われるんであれば、天国に一番近い島がここだと思います。行きます。まあ、基本的にジャグラーはたとえ高設定を積もったとしても6なのか5なのか4なのかっていうのはまあ分からないに等しい機種なんだけど、マイジャグラーであれば、まあ、最悪4や5でも大地は積めるぐらい高設定域の甘さはあるので、設定4で 104% 設定5で 107% ぐらいチェリー狙いしてるとあるので、ここが正解なのであればだいぶ6ならね 111% ありますし、だいぶ強いですよね。今はまだ掘り起こしの段階ですからね、若干の怖さは否めない。やめてくれ、止まんないでくれ。現在前任者と合わせて1000ゲームでビッグ4レギュラー1合成207分の1。弱いな。わあ、エヴァで出した400枚がペロリといかれる。もう一回島勝さん見よう。141分の1まで下がりましたね。いや、じゃあちょっと怖いな。一回わさびさんと相談しますか。休憩の鬼ですから。え、休憩の鬼ですから。一応今ざっくり見たけど、マイジャグラーは140後半まで落ちちゃいました。で、初代ゴージャグの方が前代賀さんの化け額270ぐらいなんだけど、はい、あの台数やるのかって話ですよね。そうそう、あと、うん、数字的に今ちょっと怖いし、はい、でやっぱり花火なのかなって。あ、花火は今友達同士で打ってて、はい、一番出てる台じゃない2人がこうやってあの子役合わせてて続行を決めてたんで、 あるんだと思います。なのであとは来れるとしたらもうライトニングぐらいしかないんだけど、うん、ライトニングぐらいしかないんだけど、やってみます。僕の右まだやってないんでやってみます。いいっすよ。じゃあそうですか。じゃあそうしましょうか。それでダメならもうダメかなっていう感じで。了解です。朝一状態からですね、アクロス王の隣で打つのは恐れ多いですね。サクサクね、当たってくれたら助かるんだけどね、内容が伴ってないときついけど、まあ、ただこの台本当ベルとバケ以外見るとこないんで、ただ今まで設定6を打ったこと、5は何回もあると思うんで、打ってて思うのは特に6打ってる時はもうなんか別格に子役出るしみたいな、そういうイメージある。 6.6 から 7.1 ぐらいの差でした、確認したところで。今現在私が、8分の1です。 8.1 悪すぎんだろ。まあ、ライトニングっていう時点で結構苦肉の策で、ここに設定使うっていうのがやっぱ一番最初あるじゃないですか。だからやっぱどうしても消極的になるわな。 RB 中置麻薬の確率っていくつだっけな。7分の1から5と 5.8 分の1か。27ゲームで3回、9分の1か。ダメじゃん。やっぱりどっからどう見ても1、2だよな。ちょっと見に行こう、周り。クレアもうだいぶ弱いしね。いやー、やっぱ塊系は花火だけかな。あー、でも強弱が急激に強いな。あ、でもそうでもないか。まあ良くないのは良くない。ただビッグみんな引けてるね。うん、もうこれはジャグラーコーナーは全然悪くないと思うんですけど、確実に寄せてないね。うん、かなり、まあの濃さ、4台2試合とか3台2試合とかで、当たりがあるっぽいですね。なるほどね。これそれが分かってればまた違ったのにね、話は。貸し逃げしますか。あ、いいですよ。で今見てきたんですけど、
あのマイジャグ1台はさすがにいいと思いますけど、ゴージャグもかなりいいのとかあるんだけど、多分ジャグラーはバラバラに入ってるだけです。ああなるほど。でもまあまあ入ってるっぽいですよ、ゴージャグとかも。だからもともと言ってた、今日ベース甘いんじゃないかっていう、え、今日ベース甘いんじゃないかっていうのちょっとある。で前代系がまああったとしても、まあ花火とじゃあまあ仮にデュエルとかああいうのかもしれないし、はいはい、なんかもうこうまあ怪しいしっていう感じですかね。だってでボーナス確率だいぶ いいですよね。めちゃめちゃ子役悪いんですけど、ね、そうなんだ。まあ悪くは全然なかったですね。ただやっぱりどう入るかっていうのはある程度分かんないと攻めらんねえなっていうのは相変わらず思いましたね。であとバラバラに入っていると、今度はあの朝ちゃん稼働からじゃあちょっとマイジャグやってみますとかもしにくいですよね。マイジャグが5台しかないんで必ず1台いい5、6っぽいのがありますよっていうのが、まあまあ公約とは言わないけど分かっていれば、朝例えば朝当分の地勝負でもできなくはないですけど、入ってるかどうか約束されてない状況でいけるかって言われたら、やっぱそれはまた別問題だし。一ショートなんですけど、おお、こうなったらもう1枚取らないといけないんで、1枚ゲット、少な、でも100ゲーム楽しめますから。あ、無限だ、そう、そういえば無限でしたよ、4回無限だぜ。1コマしか滑んなかったの。いやーマジか。おー、ずれた。お、今チェリーここに押したんで、スイカだったらもう1個滑れたんじゃないかなと思ったらやっぱ外れましたね。69ゲーム、やっぱどう考えても偶数だな。無限5は1周目だね。体格部位、体格部位、体格部位、体格、横コンプラス体格 V はビッグ確定です。97ゲーム、相当者8000円。ずっと逆押ししているので、ユニメモが勝手に中断ベルを数えてくれる。次ゲームで40ゲーム、これで終われば、ライジンゾーンが終われば偶数挙動、偶数挙動、ほい、終わった、偶数挙動、40ゲーム。77ゲーム。レギュラー、あ、違う、赤ビッグだ。77ゲーム、赤ビッグ。あ、これリボルトなんだ。
推測要素はパッとしないんだけど、当たることは当たりますね。私は結構ベルいいんじゃないかな、もしかしたら。これね、4号機の 3W だったら1目だったんだよな。 V 枠下7で上下段にボーナス柄って老害はね、昔は良かった的な話になっちゃうんだよな。今はこれ入んないんだよな。あれで入ってないって文句を言ってんすか。あの全て 100% 合ってる。4号機だと当たってたんですよね。聞こえてないけどそうなんだろうなってこと。もう会話しなくても動きで分かるんだ。そうそう、おう、名前入り、名前入り。やっぱり申した17ゲーム、レギュラー、あ、違う、やった、箱に手届いた。っていうかずっと当たりますね、2桁で大爆連。これで終われば奇数挙動、70ゲームです。終わった、70だ。やったー、318ゲーム。対角 V、 横コン対角 V からのレギュラー引かないですね。これ耐えてましたっけ。お嬢さんゲーム、隣にアクロス王がいるといろいろ聞けて便利だな。レギュラー、本日初のレギュラー、一枚役が2回ですね。だから10分の2、2回以内だから、これでライジンゾーン入れば200、ああ設定2以上確定。ほい、入らない。ちょっと店内見てみますか。このエヴァね、ワンビッグでチェリーも弱水感も1回ずつ出てんだよな。やっぱり今日は花火が正解ってことでもう決着していいんすかね。出てるもな。結論も出ちゃったし、やめますか。まあどちらにしてももう時間がないので、わからないまま終わるかな。個人的にはなんかなさそうな気がするなと思うんですけど、ベルが悪い以外はそんな悪くないんですけど、ベルが極端に悪いで偶数寄りってなってるんで、まあ6ではなくないって正直思うぐらいのレベルなので、まあそうなると、まあ2でちょっと引き強な部分があったのかなぐらいの。ずっと 7.9 分の1から動かないぐらい動かない、解析見間違えてんじゃねえかなぐらい。まあ残念ながらおそらく積もってないと思われます。まあ結果的にはジャグラーに末尾で7が共通高設定、まあ、その他ちょいちょい、かつ、花火が前台、ノーマルタイプコーナーもひょっとしたら末尾に穴がありえるかも、まあこのぐらいの感じになったのかなというところですかね。見解的には僕はやめます、ない判断で
やめます。さあというわけで実戦終了でございます。お疲れでした。まあ言っても時間まできっちり打つ感じにはなりましたけど、はい、まあ、ちょうどいいところでなんか最後なんか全てを諦められるような、はい、割と僕の中ではしっくりきた出来事がありまして、ね、はいはい、まあこれラストタバコと思って喫煙所に行ったところ、はい、まあ、常連のお兄さんとお話をさせていただいて、まあいつもの入れ方だったり攻め方だったりをちょっと伺ってくるうちに最後その吸い終わって確認し そうなんだと思って確認しに行ったら本当だってなるような出来事がちょっとあったわけです、うんうん、一応今日は全体系ノーマルにあるんじゃないかなっていうのもさすがにもう出玉から花火がもう、はい、あの確実っぽいそうです、ね、ところも見て取れたし、じゃあもう一応最低限のものはなんか全部あったのかなってなった時になんかあの当たるだけでなんか中身が悪いサンダーはもうやめようって思いましたね、はい、腑に落ちちゃいましたね。はいですね、まあ、本当にたまたまあのタバコ吸いに行ったところで、うん、あの非常に有益な情報を得られたので、うん、まあ3枚こそ僕484枚プラスでしたけれども、はい、まあね、だって言ってみたらその情報って、はい、私だったら絶対に得られてないわけですからね。私タバコ吸わないから。そうですね。だからわさびさんがいてくれたおかげで今日は情報知り得られた。よくわかんない今やってから恥ずかしかったんじゃない。恥ずかしくない全然恥ずかしくない。ガリさんは一応サマヨ。あ、私がですね、投資が8000円、はい、で枚数にして368枚出玉が1048枚なので、はい、プラスの680枚。ああ似たようなもんでしたね、はい、っていうか出玉がすごいの。僕と20枚しか変わらないです。ほぼ同じぐらい流して、まあ、僕の方が投資が多かったんで、その分といった感じで、まあ、一応まあ半日にしては得られましたけどです、ね、うん、それ何もない得られましたけれども、まあ、中身がない運勝ち、みっともない勝ちってやつですね。まあ、でも情報を得られたので次回に生かせれば。そうです、はい、負けずに情報を得られたのは非常に大きかったのかなと、はい、今僕の中であの今日中盤なんならこの番組の前半ですね、うん、パートの時に前編のパートの時ほとんど打ってないんで、うん、今日きつい勝負になりそうだなと思ったんですけど、これ僕でも最後のあのお兄さんのおかげでまた次回もやりたいなと思います、ね、あ、はい、そうですね、そうですね、何かやっぱこのくらいの最低限のものを持っててからようやく、うん、勝負できるのかなっていうのと、うん、で朝どうしても狙い台が絞れないんだったらあの南国野郎たちに混ざって、あ、僕は構わないんで全然、はいはい、うん、だからまああれリセットかけてることも多分お店の売りだと思うんで、そうですね、でほら要所要所に南国を押してる絵もありますし、うんうん、まあ一貫としてはいいのかなと。朝の客付き考えてもそれやってからでも全然まだ、ね、うん、進めそうな感じもしますしね。次回私別にまたバンバンクロスのシーチェックからでもいいし、ああそれでもいいし、はい、うん、なんかまあ、いろいろやることがありますね。そう勝負を勝負というかその攻めどころはかなり多いのかなと、うん、朝の人数の割にはやることがたくさんあるのかなっていう気がしたんで、うん、また次回はぜひここでやりたいところです。まあでもあの我々が決められることじゃないん で、まあでね、まあ、ちょっとどこにね、行くことになるか分かりませんが、まあ次回もまた頑張っていきたいと思います。はい、元気ないね今日ね。はい、元気ないですね。使いだからですね、まあ、朝も使い酔いがひどすぎてみたいな顔できましたもんね。そうですね、うん、なので次回はもっと使い酔いできます水拳だから今日出たもん。今日出た完全にもうおじさんじゃないですか。いやもういやおじさんのが頑張る二日酔いでも頑張る番組ですから、はいはい、また次回も楽しみにしていただければと思います。というわけで、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。波をつかんで勝利を勝ち取れ、データロボサイト7。人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。